ミルクサッカーアカデミーのメンバーでございます。ノーミルク佐藤です。さあデータベースシリーズ、こちら新チームでございます。今回はFC 琉球編が始まりました。よろしくお願いいたします。2014、はい、というわけで J 参入を果たしました。2014のメンバーからですね、1年ずつ振り返ってまいりたいと思います。このシリーズでございます。プロサッカー玉の野見佐藤先生、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、さあというわけでどんな、初シーズンだったんでしょうか。はい、この2014シーズンから FC 琉球、この J3、まあ J3 スタートした年からのね、そのままね、入ったという形でもありましたけど、はい、初年度は、12チーム中9位という成績でした。はい。うん、で、それよりも一番僕びっくりしてしまったのは、今でこそやっぱり琉球といえば、もう爆発的なオフェンス力ってところがあったりするんですけど、はい、そうですね、この年はまだそうではなくて、34試合かな、この年あった、33試合かあったんですけれども、はい、得点が31と1試合あたり1点っていうのはなかなかまだ取れてなかった時代だったんですよね。うん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 、まあ結果が示す通りね。そうなんですよ。でも、じゃあなんでって言われたら、実は前年の JFL、いわゆる J3 できるかなってので、まあいろいろ拡大したんですよね、J リーグ自体がね。そこで、ライセンス持ってたチームたちが、こう J3 に入ってくることになったんですが、琉球実は2013年って、JFL18 チームの中でも11位という成績だったんですよ。はい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 。ですから、この年の昇格っていうのは、そうなんですよね。地域決勝をしてないといいますか。割と、まあ、ラッキーといえばラッキー、特殊なね。はい、ということなんですよね。そう、はい、このチームが一体いかにしてオフェンス磨いてって J3 を圧倒的な成績で優勝して J2 に行ったかっていう足跡を今から皆さんで一緒にこう見ていこうっていう形になっていくわけです、ね。今やだってね、琉球といえばもう J2 ですもんね。もう明らかにもう足跡残してますからね。はい、すごい5年間6年間をね見ていきたいということですけれども、はい。はいはい。じゃあまずメンバーこちらでございますよ。はい、2014のメンバーです。はい、出ました。こちらのメンバーでございます。うん。はい。まあ今でこうソナ選手もいたりもしますけど、はい、まあなかなかこう今 J リーグにはいない選手たちも結構ちらほらといらっしゃるかなといったメンバー。うん、でもそれはやっぱり前年からね、そのままこう上がってきた選手も少なくないですから。はい。まあ、そう考えるとまあ確かにかなっていうところもあったりするのかなと思います。だいぶ顔ぶれ変わりましたよね。はい。そうですね。うん、まあ、その中でちょっとまあ注目の選手としては僕は、まあ、藤沢選手なのかなというところが一人まずはいたりします。はい、うん、まあ、今はね、まあ、鹿児島行きましたけど、鹿児島ユナイテッド行きましたけど、もともと2012年に関西大学から、佐川滋賀 FC に行って、うん、で、その後になんと藤沢選手ってドイツ行ってるんですよね。2013年。そうですね。そんなキャリアが。そうそうそう。ほうほうほう。で、ちょっと、藤沢選手、ちょっとかわいそうっていうか。かわいそう。いろんなこと、そうそう、あった選手で、もともとその関西大では4年生の時にキャプテン務めて、全日本大学サッカー選手権の優勝を取ったんですよ。おー、すごいな。はい。で、佐川市が FC 行ったんですけど、チームの活動がなくなっちゃったんですよ、活動停止。ちょうどね、そのタイミングでしたか。そう。はい。で、そこで、どうしようってなって、ドイツ行ったんですよ。うん。はい。で、ドイツ行ったら、ビザの発給が遅れてしまって、うん、うん。で、まただから、ちょいチーム所属できなくて、ちゃんと。おで、帰ってくるんですよ。あ、そうだったんですね。そう。で、帰ってきて、うん、翌年とか、セレクションやって、どうにかちょうど J3 がこれから始まるよっていうタイミングの琉球に入れた。うん、日本のね、プロサッカーの受け皿が、まあ、増えたっちゃ増えたという。タイミングだそう、だから、ね、はい。いざ入ったチームで活動停止で、うん、じゃあしょうがない、ちょっと海外行ってみよう。ビザの発給で出れないってどういうこと、うん、しょうがないな。で、帰ってきたけど、そのやっぱりそのタイミングがあるんで、それで各チームさんも、うん、なかなか加入できないっていう、浪人の期間も経た上で、やっと、琉球入ってっていうタイミングがここなんですよ、ちょうど。なるほど、なるほど、2014年ね。うん、だから、この今、メンバーの中にも入ってて、結局この黄色いマーク入ってるから、いわゆるスタメンクラスだったんですけど。ですね。なんと最初アマチュア契約だったんですね、この時。ほう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 。だ、月給10万円とかですよ、この時。サッカーだけでもらえるのはね、だからもちろん他の仕事もしなきゃいけない。
そう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 、うん、でそれでいて J3 の中でスタメンの位置をだんだん獲得していって、その後にね琉球の原動力になった上で今で鹿児島でもスタメンクラスにいると、うん、はい、すごいですよね。すごいですね、歴史ありですね。そんな前の話じゃないんですけどね。なるほどなるほど、全然そうなんですよね、うん、あともう一人ちょっとどうしても話したい選手がいて、うん、今度は最前線ですね、中山聡選手、はいはい、これはもう何話のゴンさんですよね、うんうん、ずっと言われてても同じね名字だとか、はい、あとは同じポジションだってところもありますけど、頑張りましたもんね。そうそうそう、うん、頑張って、でその後に今名古屋とかも行きましたね、うん、で熊本とか水戸とか長崎とかも経験して、まあ、この琉球でと、で、はい、前年の2013年 J フリー時代から加入したんですが、その後この年と、そしてその翌年、うんうん、琉球でやって、まあ、引退という形になりますけど、はいはいはい、まあ、なんか何はのゴン、もう本当に最初からこうオフェンス感のあふれる選手でしたから、若い頃からずっとね、うん、その選手が確かに FC 琉球が J3 に来たこの目玉はやっぱりゴンがいるってことでしたよね。そうでしたね、うん、前年まであのガナハさんとかもいらっしゃったけど、うん、サヌキに移籍することにもなったりしたので、はいはいはい、地元ですし、ね、そうそう、だからこの何はのゴンがこうベテランになりつつあるここでどんな、うん、どんなこう花を咲かせてくれるのかってところはありましたよね。はいはいはい。まあ、そんな琉球の初年度というところでございました。はい、まあ、この J3 って分かれるじゃないですか。はい、結構年配のチーム、年配といったら失礼ですけども、こうね、あの、うんうん、年齢の高いチーム。でも琉球はこの時点ではものすごい若いチームということですね。若いですね。うん、これがだんだんこのチームの核になってって、どうして昇格ってところに掴んだかがだんだん分かってくるんで、はい、うん、あらまあ、楽しみ、いいところでした。まさ、はい、5年間見ていきましょう、見ていきましょう、ということで J3 が始まった2014年の FC 琉球、この年からねここでチャンスを掴んでいく選手にも注目していきたいですね。はい、はい、というわけでございました。データベースシリーズ明日も琉球でね2015年お送りします。どんなストーリーになっていくんでしょうか、ご期待ください。ぜひチャンネル登録お願いいたします。井上真でございました。ノーミルク佐藤でした。先生皆さんありがとうございました。明日も来てください。ありがとうございました。